こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で稼ぐために大切な3つのポイント、これについてお話しします。Amazon 輸出で稼ぐために大切なポイントはですね、まず、儲かる商品の見つけ方を知る。そして、やってはいけないことをやらない。3つ目が、正しいノウハウで取り組む。特にね、トラブル対応を間違えるとすぐにアカウント削除ということになります。Amazon のシステムは週替わりで変わります。で、この1年で主だった改正点を挙げてもですね、まず送料にも手数料がかかるようになりました。ね、商品安くして送料高くしても、送料無料にして商品に込みにしても一緒です。逆に分かりやすい分だけ、送料無料の方が、分かりやすくていいんじゃないかなと思います。どちらにしても送料にも手数料がかかります。それから大量出品に制限がかかることになりました。これ以前からね、あったんですけども、はっきりとも大量出品できなくなってます。もう、始めたてですぐ大量出品すると即サスペンドというような流れになってますね。それから初心者のアカウント。これで、ね、90日とか50取引クリアするまでは、出品制限とか、ジャンル制限、金額の上限の制限、それらの制限がかかるようになりました。でもうね、Amazon 輸出、どんどんアルゴリズムも変わりますし、何を気にしてやったらいいのか、どんな商品売っちゃいけないのか、どんな商品を売ったらいいのか、そういらがね、どんどん変わってきますんで、ちょっとこれを初心者の方がですね、自力で何とかしようというのは、もう無理だなと思います。テンバーアカデミーでは、会員の方の相談、それから報告、それらによってですね、今一番売上の上がりやすい方法はこれだと、いうのが常に分かってますんで、それに従って取り組んでいただくというのが稼ぎやすい方法かなと思います。何しろですね、稼ぐためには、まず、ステップ1として、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備する。この段階からですね、正しいノウハウを提供できてない塾とかスクールがあります。まずたくさんの商品をね、無在庫で出しましょうと。そんなことをやったらですね、あっという間にアカウントサスペンドされます。全然儲かりません。儲かる儲かんない以前に今だともう売れないですね。転売アカデミーでは、まず初めから FBA というのでやってます。で、Amazon のアカウントにはいくつかの段階があります。ね、S 級、A 級、B 級、C 級と、仮に呼ばせていただきますけど、S 級アカウントになるとですね、Amazon が優先的にカートを取得させるアカウント。ね。転売アカデミーのノウハウはここを目指します。それから A 級アカウント。普通に売れるアカウントってやつですね。値段が安ければカートが取得できるアカウント。で、正しいノウハウをね、提供できてない塾とかスクールでやってる方は B 級アカウント。ここ止まりです。ライバルがいるとカートが取得できないと。ね。値段を下げていくしかない。これでいつまで経っても儲かんないですね。さらに、論外なのは、無在庫なんかでね、頑張って出品しちゃった人は良くなる C 級アカウント。これね、ライバルいなくてもカートが取得できないです。カタログ作ってもカートが取得できないと。ね、こうなるともう全然稼げない、新規アカウントを作った方がいいです。カートはこの4種類あってですね、A 級、S 級を目指すというのが、転売アカデミーのノウハウです。そして、売れるカートが、できたらですね、儲かる商品を見つけると。儲かる商品が見つかったら、これを繰り返し売るというのが、転売アカデミーのノウハウです。で、何するにせよですね、大した努力をしなくても勝てる場所で努力をしなさいというのが、私のモットーです。場所というかね、ジャンルというか、何しろ、人と同じ苦労をして人より劣ってるというようなことをね、いくら根性で頑張っても、なかなか稼げないです。そうじゃなくてね、自分じゃ努力したつもりじゃないのに勝てちゃうとかね、好きでやってて全く努力と思えない、苦にならない、楽しいというようなことをやっていけば、稼ぐ近道です。その稼ぐ近道ね、通っていただいた方は、きっちりね、いいシーズンには、1日で、1000ドルと。1ヶ月じゃないですよ。1日1000ドル、月に3万ドル以上という売り上げが開始数ヶ月で達成されることもあります。そんなわけで、誰でも大した努力をしなくても勝てる場所を探しても見つからないです。ね、誰でも勝てる場所っていうのは、
そうそうないです。短期的にあってももうあっという間になくなります。そうじゃなくてですね、あなただけが大した努力をしなくても勝てる場所で努力をしなさいというようなのでサポートさせていただいてます。これは個別のサポートじゃないと全く無理です。個別のサポートだからできる、転売アカデミーだから提供できるサポート内容になってます。で、Amazon の特色としてですね、すぐに売れます。で、たくさん売れます。で、発送と梱包を Amazon に丸投げできます。だから、商品を探すだけ、きちんとね、儲かる商品さえ見つけられれば、すごく稼ぎやすいという市場になってます。そんだけでですね、まあ、商品さえ見つければということになると、逆に商品を見つけるのにコツが必要ですんで、その辺は、私にお任せいただいて、商品の見つけ方から、覚えていただければと思います。